それでは早速開始させていただきます。クラリス法人営業本部の小林です私のパートですがこのような流れで進めていきたいとも考えています。まずはクラリスコネクトについて簡単に紹介させていただきます。次に11月10日に提供開始したナビタイム API コネクターの概要を紹介いたします。最後に実際にファイルメーカーのカスタムアップに組み込んだサンプルデモを紹介して 実装概要について簡単に説明したいと考えています。数年前から RPA の導入を行う企業が増えてきたようにノーコード・ローコード開発ツールを使って誰でもが業務プロセスを自動化できるというニーズが高まっています。クラリスではエンジニア以外の人でも課題解決の仕組みを作れる。 またエンジニアが利用することで生産性向上を見込めるそんなローコードでアプリケーション統合を実現できるツールとしてクラリスコネクトを昨年3月より提供していますクラリスコネクトはさまざまなクラウドサービスやアプリケーション,オン,ンオンプレミス環境のシステムとの連携をローコードにて実現しプロセスを自動化するプラットフォームを提供するクラウドサービスです自動化するだけでなく 運用時の障害対応に役立つ機能としてフローのバージョン管理や実行トレースの自動収集再実行機能なども提供しています多くのクラウドサービスは外部システムと連携するための API を提供していますがこの API を用いて一から連携するためのコードを作成することは大きな負担となります この負担を減らすだけでなく、プロセスの見える化を可能とするのが、クラリスコネクトを使う最大のメリットです。また、ビジュアル的な単一 UI 上でのドラッグドロップ操作によるパラメータや条件分岐の設定、ステップ単位でのテスト実行など、柔軟で効率的な開発が実現できることも大きなメリットとなります。 では、ナビタイム API がコネクナビタイム API コネクタについて紹介し,てしたいと思います。ナビタイム API コネクタでは、ルート検索した結果を地図上に描画できることを特徴としています。ルート検索、地図上に描画するルート形状の取得などを含め、全部で13個のアクションを提供しています。これらのアクションを利用することで、ルート検索を行ったり、 検索した結果を地図上に描画することが可能となります基本機能として徒歩と公共交通機関自転車や車などを使ったルート検索が実現できます総距離や時間各地点への到着時間や有料道路の料金なども各経路の情報と一緒に取得できますまた複数経由地を指定してのルート検索や すさらにナビタイム API のコネクターでは地図上にルート検索の結果を描画したり操作を行う JavaScript の地図操作ライブラリを呼び出せる機能も提供していますので検索されたルートを地図上に描画することも可能です。 取得された情報を地図上に表示させることにより移動に関わる情報を分かりやすく表現することが実現できますそれでは実装例と実装の方法のポイントを紹介したいと思います提供しているナビタイム API のアクションより車の巡回ルート検索を利用したデイサービスのルートプラン業務を例として どのように実現するのか説明したいと思います内容は該当日の利用予定者の情報よりルートプランニングを行うというものですこれをクラリスコネクトとナビタイム API コネクターを使って実装しファイルメーカーのカスタムアップに組み込みたいと思います出発地点と到着地点には施設の住所該当日に利用を予定している利用者の住所を経由地として指定し ルート検索を行います同時にその結果を地図上に描画させますでは実際の画面を見てみましょうまず利用者情報を確認しますこのように住所や連絡先、利用する曜日、車椅子の利用有無や特記事項が登録されていますこの利用者情報がベースとなります 次にルートプランニングを行います。該当日の利用予定者が利用者一覧に表示されています。また、このサンプルでは、出発時間または到着時間、経路検索条件の指定、そして、えー 経由地として指定された順番でルート検索を行うのか、それともナビタイムが推奨する最適順でルート検索を行うのかが指定できる経由地巡回モードが選択できるようになっています。まずは、利用者リストに指定された順番で検索を行ってみましょう。指定順を選択し検索を行います。 このように指定された検索条件をもとにルート検索が行われ、地図上に描画されることが確認できます。表示された地図は縮小したり、拡大したり、位置を移動させたり、表示されている吹き出しを消したり、表示したりということができるようになります。次に検索条件を変更してみたいと思います。 まず利用者を追加してみましょうその他に利用者の順番も入れ替えてみたいと思いますのようにマウスで簡単に移動させることができます次に経由地巡回モードをナビタイムが推奨する最適順にして検索してみたいと思います再実行を行います 最適順にて検索された結果を基にして、地図の描画が行われたと同時に、この利用者一覧の順番も検索された最適順に入れ替わっていることがわかります。では、このデモサンプルをどのような仕組みで動いて動かしているのか、大きな流れを説明したいと思います。 まず地図を表示する画面をロードするときにクラリスコネクトのフローを呼び出し地図操作ライブラリーを呼び出すための URL の取得を行います経由値にあたる利用者一覧およびその他の検索条件は画面にて指定します検索ボタンには該当するクラリスコネクトのフローを呼び出すスクリプトが記述されていますスクリプトが実行されると クラリスコネクトの該当するフローが呼び出されナビタイム API のコネクターが実行されます。実行された結果は Webhook 機能を使って JSON 形式で結果が戻されます。戻された結果を元にして既に取得されているナビタイム API が提供している地図操作ライブラリーを使って地図上にルートを描画します。それでは実装方法のポイントについてもう少し細かく紹介していきたいと思います。 まずクラリスコネクトを利用する前にいくつかお願いがあります一つ目はクラリスコネクトの用語や操作方法こちらを理解していないとうまく活用できないということがありますので基本的な用語と操作方法は覚えてほしいということですこの後でクラリスコネクトのリソースサイトを紹介しますので参照してください 次にクラリス・コネクトでフローを作成する場面では専門的なプログラミング技術などは不要なんですがクラリス・コネクト上に作成したフローにリクエストを投げるレスポンスされた内容を解析するなどフロー実行の前後では必要となる知識があります。特に JSON データについては基本的な部分を事前に理解しておいた方が良いと思います。 最後にクラリスコネクトではエラーコードやレスポンスされた情報の内容についてはサービス提供先の使用に依存していますサービス提供先が公開している API ドキュメントをいつでも参照して内容が確認できるようにしてくださいこちらリソースサイトの紹介となりますクラリスではクラリスコネクトのリソースサイトを公開しています クラリスのホームページよりクラリスコネクトをクリック画面をスクロールさせるとリソースを見るというリンクがありますクラリスコネクトのチュートリアル動画や日本市場向けに作成されたコネクタのドキュメントはこちらのサイトに公開されていますのでぜひ参照していただければと思います 実装するにあたり必要な事前情報について事前準備について紹介したいと思いますまずは楽天ラピット API への登録ですクラリスコネクトでは楽天ラピット API に提供されているナビタイ,ビタイム API をコネクター化しています楽天ラピット API のサイトよりユーザー登録を行ってください登録環境完了後 API マーケットプレイスより「ナビタイム」と入力して検索します提供されているナビタイムのサービスが表示されますので利用するサービスを選択します選択するサービス名の頭には「f o r クラリスがついていますので間違えないようにしてくださいクラリス向けのサービスは毎月1000リクエストまで無料というお得なライセンス体系になっています この1000リクエストまで無料という内容は各サービスごとに適用されます該当するサービスを選択し料金プランの中よりお好きなプランと利用契約を行ってください契約が完了するとサービスのドキュメント画面が再表示されますそのページ内に表示されている X ・ RapidAPI キーと XRapid API ホストの値がクラリスコネクトでフローを作成する際の認証情報として利用されますのでメモなどをしておいてくださいもちろんクラリスコネクトの契約も必要ですサイトよりプランを選択して購入してくださいまた15日間の無料評価版も提供していますのでご利用ください 事前準備が完了したところで本日紹介する実装方法のポイントを紹介しますこのセミナーで紹介するポイントはこの4つとなりますまずは画面の構成です紹介したデモはすべてファイルメーカーの機能で構成されています経由値となる利用者一覧はポータルツール 地図を表示させている部分は WebViewer に JavaScript を埋め込んで地図の描画を行っています。ファイルメーカーの画面上にすべての情報を表示させることにより機能ごとに画面を切り替えたりデータの二重入力などの手間が省け作業の効率化が実現できるのではないでしょうか。それでは WebViewer に埋め込む JavaScript について説明したいと思います。 ところで今回デモで使いこのセミナーで説明している JavaScript ですがこの後作成・公開予定のナビタイム API コネクターの How to ドキュメントと一緒にダウンロードできるような形で皆さんと共有したいと思っていますダウンロードした JavaScript のカスタマイズは自由ですサンプルデモと JIS の評価方法が同じでよければダウンロードした JavaScript の内容をコピーし この後説明する2箇所のみを変更していただければすぐに利用できるようになります特に JavaScript の知識は必要ありませんのであまり難しく考えなくても大丈夫ですただしこの JavaScript に関しての質問は受け付けますが何か問題が発生した場合のクレームについてはちょっと私の心が折れてしまいますので一切受け付けられません その点についてはあらかじめご了承いただけますと大変助かります <laughs> 冗談はさておきデモで利用した JavaScript は大きくこのようなブロックに分かれています地図操作ライブラリーの取得地図の初期表示のブロックはファイルメーカーの画面がロードされたときに実行される処理ですルート検索をもとにして地図を描画するブロックは ファイルメーカーのスクリプトよりルート検索の結果が受け渡され、地図の描画処理を行います。では、変更点を説明します。変更点の一つ目は、地図操作ライブラリの URL の置き換えです。地図を表示させるためには、まず画面をロードするときに、クラリスコネクトに作成されたフローを呼び出し、 地図操作ライブラリーの URL の取得を行う必要があります JavaScript の地図操作ライブラリーの取得を行っているブロックの中にある該当文字列をファイルメーカーの関数を使って取得された URL と置き換えます2つ目は初期表示させる地図の中心となる位置を設定するということです紹介したデモではファイルメーカーのカスタムアップ内に中心となる 位置え度経度つまり施設の位置を事前設定としてマスター登録させ初期表示させる中心の位置を設定しています。これで画面がロードされた時に指定された位置を中心とした地図が表示されるようになります。 今度はクラリスコネククトののフローの作成手順と内容を紹介しますクライアントアプリよりフローの実行依頼リクエストが行われそれを受け付けるのがトリガーです今回は Webhooks ユーティリティの中のインカミング HTTP リクエストアクションを使いますリクエスト時に渡されるパラメーターは画面上で指定された値を JSON 形式に変換したものとなります 次に行う処理はルートの検索です。ナビタイム API コネクターより車の巡回ルート検索アクションを選択しフローに追加します。パラメータは UI でマウス操作だけで設定ができます。トリガーに渡された検索条件の内容より設定を行います。次は描画を行うための形状取得を行います。 形状の取得車の巡回ルートをナビタイム API のコネクターよりのアクションより選択し追加しますこれで地図を描画するために必要な情報がすべて取得できました最後に取得した結果をクライアントアプリに戻すレスポンスする必要がありますレスポンスを行うには Webhook Utility の中からリプライウィズ JSON データアクションを選択し利用します 2つのアクションにて取得された結果を JSON データでレスポンスするように設定します。作成されたフローは各ステップ単位でのテスト実行を行い結果を確認します。問題がないようでしたらフロー実行を有効化します。クラリスコネクトのフロー実行は基本的には非同期処理となります。 そのためクライアントには実際に取得した結果を戻すことはできません。そこで今回のように取得した結果をクライアントに戻したいという場合は作成したトリガーに対して同期処理で実行させるように設定する必要があります。リターンシンクレスポンスをオンに設定します。 最後に画面より指定された検索条件を使って作成したフローにリクエストを行う部分について説明します画面上の検索ボタンがクリックされた時の処理としてクラリスコネクトに作成されたルート検索を行うフローにリクエストを投げるようスクリプトステップを作成します画面より指定された検索条件より JSON データを作成します このセミナーでは HTTP リクエストやファイルメーカーが提供している JSON 関数カールオプションについての説明は省略させていただきます。JSON 関数に関しては弊社の YouTube チャンネルに「初めての JSON 関数その1」という動画がありますのでそちらを参照ください。次に URL から挿入スクリプトステップを使ってクラリスコネクト上に作成されたフローにリクエストを行います。 作成したフローのトリガーを保存したときに自動作成された URL を URL を設定オプションに指定します。また、カールオプションの設定には画面で指定された検索条件を JSON 形式に変換したものを指定します。これで作成したフローにリクエストを行うことができるようになります。フロー実行終了後、 レスポンスされた結果はファイルメーカーの JSON 関数にて解析を行い車の循環ルート検索で取得された結果と形状の取得車の循環ルートで取得された結果をそれぞれ分けて取り出します取り出した値は WebViewer で JavaScript を実行スクリプトステップにパラメーターとして設定し該当する JavaScript の処理に受け渡します これで WebViewer ーー上にルートが描画されるようになります。ここで WindowsOS をご利用の方には注意事項があります。WindowsOS のユーザーアカウント名に日本語が含まれている場合この URL から挿入スクリプトステップが正しく動作しないという問題があります。現在対応中ですが 日本語が含まれている場合は半角英数字のアカウントを作成して利用するなどの対応をお願いいたしますこの件につきましてはナレッジを公開していますのでご確認くださいいかがだったでしょうかナビタイム API コネクターの概要と実際にクラリスコネクトを使っての実装例 実装方法のポイントを簡単に紹介させていただきました。本日紹介した送迎プランだけでなく、外回りを行う営業の顧客訪問計画を立てるツールとして、また、公共交通機関などの交通費生産ツールとしてなど、移動に関する情報を分かりやすく表現でき、幅広い業務での利用が考えられます。今まで難しいと思っていた部分も、 手順と方法そしてツールさえ理解すれば難しく感じることなく皆さんのソリューションの中に組み込めることができるのではないでしょうか。是非一度お試しください